皆さんこんばんは。本日は大相撲ファン感謝祭2022にご来場くださいまして誠にありがとうございます。ここからはですね、この国技館アリーナの特設ステージにて大相撲のど自慢をお送りします。本日司会を務めさせていただきます行司木村吉次郎です。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日ゲスト解説者でございます元高見杉の常盤山親方です。親方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして本日自慢の歌声を披露していただきます出場者の皆さんです。どうぞ拍手の方お願いします。ありがとうございます。さあそれでは、出場の方どうぞお椅子の方に お座りください。どうぞ。さあそれではですねトップバッターからいきたいと思います。トップバッターは行司木村良介です。入門21年サブちゃんファン歴35年愛してやまないこの歌をステージで熱唱します。祭り祭りだ。
はい、ありがとうございました。素晴らしいトップバッターで歌でございました。じゃあちょっと聞きたいと思います。ゲストの時山方、どうでしたでしょうか、このトップバッターの歌ですけども。いやいやもう素晴らしいですよ、やっぱり。もう北島三郎さん大好きですから、もういい歌聴けて本当に良かったです。ありがとうございました。トップバッターからなかなか勢いのある歌で、ありがとうございました。そして涼介君、どうしても多分皆さん気になってると思うんですけど、歌もすごかったんですけど、衣装が非常に目立ってると思うんですけども、これもうどこの部屋とは聞けないんですけども、この衣装の方どうされたんですか。あの部屋の師匠に作っていただきました。師匠からのプレゼントですか。はい。ということはこれを着てどこかで歌ったりすることもあるわけですか。部屋のパーティーとかで。はい。だから慣れてたんですね。もう素晴らしい歌声でした。今後とも頑張ってほしいと思います。どうぞありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ木村涼介さんでした。さあ続いては呼び出しの節夫さんです。普段は土俵上で力強い呼び上げで土俵を盛り上げていますが、今日は心に響く声で歌います。歌はレイニーブー。私も今日はそっと雨。
ありがとうございました。ありがとうございました。あの一つだけ言っていいですか、はい、いつ歌手デビューされたんですか？もう完全にですね、今コンサート会場になってました。もうあのゲストの皆さん見てたと思うんですけども、皆さん会場内携帯で皆さんペンライトになってました。もう一体になりまして、もう本当皆さん一体になりましたね。ありがとうございました。ありがたいですね、はい、全く緊張してなかったですね。緊張してました。そうですか、はい、もう緊張してる人一つもなかったんですけども、裏でビール3本いったんで。あんまりいいね。すみません。いやでもね、あもう声が上がってますからね。アビですか。あ部屋ですね。そうですね、まあ、ぜひこの美声を生かしてまた来場所も土俵の方で頑張っていただきたいと思います、はいはい、頑張ります。どうも呼び出しの節夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましては幕の内力士です。若元春関です。どうぞお願いします。土俵上では華麗な動きで人気急上昇。今日は歌で皆様を新天地へ向かいます。歌は背景少年よ。夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜ。今はもう見れないさ、あいつも変わったな、笑い合った君をバカみたいに思い出している。日々はね青春、ただこれ少年、忘れちまった再傷。神様なんていないぜ、鼻から信じてないさ、僕たちをこのままで。ああもう泣かないで、君が思うほどに弱くはない。ああかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜ。ああもう泣かないで、君が思うほどに弱くはない。ああまだ追いかけて、負け話くらいじゃ終われない、遠回りくらいがちょうどいい。ありがとうございました。もう土俵上と同じ元気いっぱいに、もうそっちステージ降りちゃいましたから、ちょっと楽しくなっちゃいました。乗っちゃいましたか、まあ、元気いっぱいな姿は土俵と同じですね。ありがとうございます。どうですか、あの歌は普段から歌われるんですか？いや
カラオケ自体コロナになる前ぶりぐらいですかね。じゃあコロナになる前の時はご兄弟で3人で行かれることはあったんですか。まあたびたび、たびたび。でも一番やっぱり盛り上げるのは僕ですから、ね、そうですよね。いや元気いっぱいですから、もうこの歌を使ってですね、また来場所に向けてのちょっと抱負なんかも聞きたいなと思ってますけども、どうでしょうか。まあそうですね、怪我なく取り切れるように頑張りたいと思います。はい、来場所もどうぞ皆さん若元春関応援してください。ありがとうございました。さあ続きましては元誉富士の立山親方です。さあ穏やかな肩打ちながら周りを明るく元気にしてくれます。今日も絶好調、俺は絶対プレスリー。俺は田舎の誉富士、百姓のせがれ、生まれ生まれ味が触る一品にしてみなが、田んぼで鍛えたこの食い道、親にもらったこの顔は、村じゃ人気の誉れ風情、田舎の誉れ風情、イエ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 イ。村の祭りじゃ人気者、娘子寄ってくる、青森田舎のバカにすな、俺は誉れ風情。山で鍛えたこの小江戸、アガー脱げだこの会話、村じゃ人気の色男、田舎の誉れ富士、イエ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 イ。クワバ片手に声出せばスズメ子寄ってくる、田舎育つとバカにすな、俺は誉れ富士。マイクを片手に歌い出せばみんなも一緒に踊り出す、村じゃ人気の誉れ富士、田舎の誉れ富士、イエイエイエイ。村の村長もないでよ、お前は世界一長、歌もうまいし器量もいい、だから出て行きと、悪いことだがいいことが褒めているのか、ありがとさん、下どもおりは誉れ富士、田舎の誉れ富士、イエ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 イ。村では出すに椅子投げる、この村出て行きと、しかし俺がいなくなりゃ青森ダメになる。半角シード人は言う、病院入れる人は言う、しかし俺は誉れ富士、田舎の誉れ富士、イエイエイエイ。田舎の誉れ富士、イエイエイエイ。絶対誉れ富士。ありがとうございました。立山方、もう完全に自分の歌になってましたよ。素晴らしい歌でしたけども、ちょっとゲストのですね、時山方どうでしたでしょうか。いやもうね、うまい。やっぱりこの歌聞くと、はい、青森を思い出しますね。そうですね、故郷の歌ですけども、やっぱり歌うまいですよ、はい、ありがとうございました。もう勉強でした。もう郷土の歌を大事にしているというのが分かりますよね、この歌で。ありがとうございますか。ちょっとやっぱりこの歌聞いててちょっと思いましたけど、井筒親方、はい、この歌聞いて今ちょっとどう思いました。ちょっとなんか羨ましそうに見てたんで、ちょっとどうなのかなと思いましたけど。いやもう本当にね、立山親方もそうですけど、これちょっと本当に思ってる以上にみんなのレベルが高すぎて。そうなんですよ、すごい緊張が刻々、ね、と迫ってますからね、親方も。そうなんですよ。あ、緊張させます。めっちゃ緊張します、本当に。本当ですね。いや、そんな緊張している流れでもですね、あの本当に立山方もしっかり歌って、なんかわさむきでけねびが、はい、全然わからん、何も喋ってないんで、わさもなんかご質問とかしてけねびが、うん、頼むで。じゃあ来場所も頑張らない。あ、そういうことで通じちゃいましたけどね。まあ本当にですね、まあ、来場所も向けても後進の指導にもですね頑張っていきたいと思います。はい、立山方でした。どうもありがとうございました。はっきよいはっきよい、おー